いくつか改善の余地は感じるわね。まずは目線よ、ユキ。目線。目線を手元からしっかり上げて、誰でもいいから客の一人に定めるようにしなさい。そうすればおのずとちゃんとした声が出るから。わかった。って待てよ、ハルヒ。まさかまだやるつもりか。当たり前よ。これでやめるなんて夢落ちのバッドエンドがムカついたって理由でアドベンチャーゲームのクリアを諦めるようなものじゃない。だが長戸は大丈夫なのか。大丈夫、やれるならいいんだが。でも安心しなさい、すぐにとは言わないわ。まずお昼ご飯を食べて少し休憩してから。そうね、3時から再開することにしましょう。小泉くん。はい、何でしょう、鈴宮さん。何か食べに行くわよ。どこがいいかしら。そうですね、ではパンフを見てみましょうか。な、知り合いの焼きそば喫茶に行きたいんだが、いいか。ここなの。わざわざ進めるからには美味しいんでしょうね。まあ、ぶっちゃけ味はそこそこだ。しかし、ここにはそれ以上の価値がある。どんな価値を。あ、キョン君、いらっしゃいませ。あら、ミクルちゃん、ここあなたのクラスだったの。あ、鈴宮さん、こんにちは。なるほどね、キョンが言ったそれ以上の価値ってのはこのことだったのね。キョン、今回ばかりはキョンに同意するわ。ミクルちゃんのこのコスプレは確かにこれ以上ない価値があるってものよ。むしろプライスレスと言っても過言ではないわ。なあ、朝比奈さんも交えてみんなで記念撮影をしないか。小泉とか長友入れてさ。いいわね、そうしましょう。小泉の携帯で頼む。ええ、別に構いませんが。じゃ、撮影はその辺にいる人に頼んで。ちっちっち、キョン君、置いてはいけないなら。可憐なミクロを写真に収めたいという男心はわかるんだけどね。この焼きそば喫茶内では写真撮影はご遠慮いただいてるのさ。ほら、わかるっしょ。それを許すとみんな焼きそばそっちのけで撮影会になっちゃうからさ、商売上がったりなわけさ。ああ、そうなんですか。まあ、確かに鶴屋さんの言う通りね。ミクルちゃんのコスプレの価値を考えれば当然のことだわ。諦めなさい、キョン。しかしキョン君、ここで悲しみの涙にむせびなく青少年に耳寄りなお知らせにょろん。これからミクルは出前に行っちゃうんだ。教室から一歩出ちゃえば隠し撮りは自由だよ。バシバシ撮りまくっちゃっていいからね。あ、ただし犯罪にならない範囲でね。そうですか、それはよかった。で、え、出前に行っちゃうんですか。そうなんです、ごめんなさい。このコスチュームのミクルがあなただけに焼きそばを運んでくる。これ以上のスペシャルなイベントはないやね。そう思わないかい、ハルニャン。そうね、まさに慶眼だわ、鶴屋さん。あ、持っていく焼きそばが出来上がったみたいなので私行きますね。それじゃあみんなゆっくりしていくにゃろ。キョン、あんたミクルちゃんを追いかけてもいいわよ。盗撮したいんでしょ。おい、何か話が違ってるぞ。